食べるもんではないっていう感覚なんでね。そうなんですよ。それだったら、まあ、それでいいのかねって言ったら、ああ、いいですって言ってくれた。それでね、どん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 そういう方向行っちゃってもね、いや、ちょっとまずいね。それで私のメンバーが、その本来の味をもっと追求していかねえかんし、本来ならもっとそういう、キャベツってすごく栄養があるんですよね。実際のとこビタミン U っていうのその、他の野菜にはない、その、成分がすごく高く、それが他の野菜には全然なくて、それをもっと機能を高めてできやきたいなっていうのが私の目標なんだけど、機能性食品として、機能性食品として、だけどやっぱりそれでね、そこキャベツ作るならキャベツ食べて、まあ美味しいキャベツ食べて健康になりましょうっていうのが、そうですね。美味しい思いをして、美味しい思いをして健康になりたい。せっかくそういう栄養素のあるものを洗って流して、そうですよ、ね、洗い流してるんです、洗い流して、そうそう、それで、まあ、メーカーさんが本当に努力してくれてるもんで、本当にドレッシングがもう本当に、私もいろんな各社のやつをいろいろ試してみるんだけど、ああだけど野菜放題の味を本当に全部スポイルしてる、うん、そうですね。だってさっき食べさせてもらったんですけど、塩だけでもうまいなって。あ、塩で十分です、うん、本当はそのままで見たら塩で十分で、うん、ちょっと塩かけたらいけるよって言って、まあ、特に焼き鳥さん、ね、焼き鳥さんならもう本当に結構焼き鳥の味が強めでないですか、タレでね、タレが強めなら結局もうこういうちょっとつけてね、キャベツの付け合わせは本当に味はなくてもこの本来の味で十分ですよって感じじゃないですか、うん、だからバンバン売れてますよ、僕と。いや、ありがとうございます。もうそうやね、そうやって言ってくれるお客さんに会うとね、私らもね、一生懸命本当に作りがいがあるんだけど、あんまりそれで、いやーね、まあ味はどうでもいいですよなんて言われちゃうと、まあなんか作るね、意欲がね、はい、いやいや、そうですね、うちのお客さんでもパンパンおかわりされますよ。で、ちゃんと説明しなさい言うて、で、品種とどこどこ産地やってで言って、食べてもらうと本当甘いと美味しいってね、やっぱりそもそも知らないんですよ、誰も言わないからね。だからキャベツはキャベツっていう感覚なんでね。だからうちらはもうとにかくもうそのまあ流通はどういうふうになってるかわからないですけど、やっぱり美味しいキャベツ、美味しいものを提供したいっていうのがやっぱり美味しくて、もちろん安心安全、うん、まず安心安全が一番で、それでそれもうとにかくそれと同時に美味しいと、うん、もうそれが3点セットでないともう提供できない、ね、まあ、そういうのを、まあ、もっとの人だけど、もっとの人だけどね、なかなかやっぱりね、考え方だけじゃ、ね、やっぱりまあロット量があればいいよっていうか、うん、何日に何ケースいるから用意してください、ね、用意してくれ十分ですよってなっちゃうと、まあ本当そうすると、ね、まあそしたら何でもいいで、量があればキャベツなら何でもいいよっ てなっちゃうとね、まあ、だんだん良くなくなっちゃって、美味しいって言ったら食べてみたいな、よくいらっしゃいますよ、うちの店には。だからそれが楽しみで来られてる方もいらっしゃいますもん。うち焼き鳥屋なのにね、キャベツが美味しい。いや、八百屋さんちゃいます。焼き鳥屋です。やっぱそれでいいだと思うよ。ね、その当然焼き鳥さん、それがもちろん気持ちというか、それがもちろんメインだけど、やっぱりキャベツも美味しいですよ。ちゃんと、ね、分かってくださる方がね、子供さんなんかそこそこなんですよ。うちの店で連れてこられたら野菜を食べるのに、家帰ったら野菜食べてくれって言うんですよ。子供は正直なんで、まあ、カラスって言ったら失礼やけど、美味しいものは子供は正直わかるんですよ、うん、
だからスーパーで買ってきたのに食べてくれへんな、うち来たらうち来たらむしゃむしゃ食べるんやって。そりゃそうやろって。あの確かにそうだと思います。そうなんです。キャベツだけじゃなくて、それでもうキュウリでもトマトでも何でもそうなんですけど、やっぱりそのただ見た目が外観が良くたり、だけだとどうしても味がすぐなっちゃって、そしたらもうせっかくのえぐみが出ちゃうと、それをどうかしてスポイルするのトロトロ。だから薄くスライスして水でさらすんですよね。それが一番なんです。そうなんですよ。そうすると何食べてるか分からなくなる。そうそう味はいらないよ。それだで、あとはドレッシングで、ね、結局味がドレッシングを食べてるんですよ。そうそう、本当に、ね、メーカーさん、特にキュウキさんと味のさんが本当にもう2社がもう競ってやってるもんだ。新しい商品出してもまたこういうのを見て、ね、つけて抱いてくれると思う。それありがたいだけど、うちらとしてはあんまりそんなことしてもらいたくないって。ねえ、やっぱりねえ、キュウキさんとかはやっぱりドレッシングを売りたいからね。そうそうそうなんですよ。そうなんですね。それをそちらを考えたけど、本当美味しいっすよ。僕もだってスーパーの買ってやっていたのキャベツ買わないですよ。自分どこのやつを食べてたらね、食べれないんですよ、なかなか。だからね、本当にあのキャベツ、あのうちはこのキャベツだけだと、そちらのキャベツも美味しいんですわ。やっぱりちょっと作り方をちょっと工夫をしてるか、色も全然違いますもんね。もうここから味とか色とか農家さんで違うよ。違うな。あの色の濃い青みの強いものだけを作ればいいけど、発想がやっぱりちょっと間違いで、それであのお客さんって青みの強いのが栄養があるよねって言われたもんだ。あ、それは間違いですよってすぐ言うんだよね。私はあのね、キャベツでも野菜でもね、あまり異常に牛乳でも今の牛乳はブルメスなので硬いじゃないですか。それで3ミリぐらい皮を剥かないと食べれない、ね。まあ、薄くスライスしてだけど、そんな生でそのままガチって感じやるね、本当に硬くて、はい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 、皮剥くでしょ、ね、キュウリを皮剥くなんて普通考えてる、そういうことが全部行われちゃったのか。なるほどね。それで皮が硬くなってるんですね。ブルメスになっちゃうね。結局乾燥を防ぐためにはどんどんメーカーがね、育種どん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 して硬くしてる。はい、ガセム今日一日お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。はい、もうね、すごい距離と、うん、もう始まったと思うんですよ、愛知県なんで、うん、どのぐらい、往復で720キロ、約720キロ。しかも、はい、本来は僕は運転しないといけないんですけど、社長が全部、はい、あの往復運転してくださいました。ありがとうございます。ありがとうございます。もうそんな手の距離、うん、ね、もう行く価値ありです、マジで。往復、まあ、片道5時間ですけど、はい、往復10時間かけてでも行く価値はありですね、はい。やっぱりその生産、実際に、はい、自分の目で見て、はい、まあ、味見して、あと、まあ、生産者さんの思いを聞かんと、ほんまに分からへんかった部分がたくさんあって、はい、すごい勉強になったのと、はい、やっぱりそのいくらそのキャベツの、まあ、言うたらブランド名を言ったところで世に出回ってないから、はい、お客様には全然伝わらない、はい、そうですね、やったらどういうことなのかって言ったら、それだけ幻なんですよって、はい、姫路では気取り屋でしか食べれませんよって、この糖度 10% 以上のキャベツがね、はいはい、でそれをやっぱもっともっとその伝えていかなあかんなっていうことと、やっぱりそのキャベツだけじゃないんですけど、やっぱりね、キャベツもほんまに大事にせなあかんす。そうですね、うん、簡単にその食材を無駄にしてはいけないなっていうことがすごい本当に改めて、そうですね、うん、あの産地見学行って感じました、はい、
だいぶ真面目な話ですけどね。今回はこういう感じで、はい、真面目な時もありますんで。そう、はい、ちょっともしかしたら動画にあのカットされてるかもしれないですけど、イカリア長介がいました。そこをカットしようと思って動画撮りながら、おイカリア長介やんって言っちゃいました。いやもうでもそこはカットせずにしっかりと、はい、流しますんで、うん、はい、はい、であと5月になると、はい、淡路島の玉ねぎを、はい、あの産地見学に行こうと思いますんで、はい、はい、そうですね、うん、その産地見学には僕もあの行かせていただきたいなと思っておりますんで、はい、うん、まあ、2人でまたちょっと行けたらね、はい、行けたらなって思いますね、うん、はい、まあ、次はそやな、楽しみに5月ぐらいですけどね、まあ、まあ、それまでいろいろちょっと上げていきたいしな、まあ、あのそうですね、出てこないのは、まあ、いろいろちょっと動画をね、はい、そうですね、この会話だけじゃなしに実際ね、はい、飲食店もやっぱ行ってみたいなっていうのもありますしね、いろいろ姫路市のね、はい、周りで、まあ、飲食店ね、美味しいとこいっぱいありますから、うん、そうね、そういうとこも紹介していきたいですし、うん、はい、僕らがねよく行く店とか、そうやな、はい、まあ逆に穴場発見とかそういうのもあるかもしれないんで、うんうん、そういうのもまだバンバンと取っていってあげていきたいなと思っております。はい、はい、今日はこんな感じで、そうですね、はい、はい、皆さんあの食材を大事にしてください、本当に、はい、大事にしてください、ね、はい、そしたら生産者の方もすごく喜ばれます。はいはい、はい、今日はこんな感じです。では、はい、あ、じゃあチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。バイバイ、はい。